どうも、卓球大好き、福沢、ジャストミートアキラです。カリフォルニアのお天気は、どうなってますか？連邦兵さんに向かって、ズーム、イン。さあさあさあ、大変です。カリフォルニアが絶賛、ポセイダン軍に、襲撃されて、おりまするぜ。本筋では、無事、ロンドベル隊は、カリブ海沖に、降下し、ジャブローとの通信が、回復します。しかし、連邦軍士官からは、現在の、軍の指揮権は、ジャミトフ中将に、移行しているから、詳しいことは、そちらで聞いてくれと、無限に、扱われます。どうやら、連邦軍の、参謀本部は、ポセイダル軍による、襲撃により、その機能が、現在、麻痺しているようです。その、ジャミトフ中将と、連絡が取れ、指示を仰ぎますが、ロンドベル隊は、好きにやってくれということと、連邦軍が、混乱している現状では、補給は、受けれん、という、冷遇扱いものでした。ブライトラは、ひとまず、コウジラがいる、テスラライヒ研究所に、向かうことに、したようです。しかし、その道中で、カリフォルニア地区が、現在、ポセイダル軍に、襲撃されているという、一報が、入ります。ブライトは、テスラライヒには、連絡を、入れておいて、現場に、急行することにします。さあ、我らが、オズタイも無事、地球へ降下、いたしましたので、ロンドベル隊同様、カリフォルニアに、やってきやしたぜー。今、デクスが、戦っておりますが、コンマップでも、追加配備、行いましたよ。無改造の、バッシュを3機、追加したんだぜ。それでも全然、強いから、かなりの苦戦を、強いられます。というか、適当に、設定したから、バッシュ3機は、まっすぐ、戦艦めがけて、現在、突進してきて、おりまする。これで終わりにして差し上げます。そんな攻撃では当たってやるわけにはいかんな。77% 避けられてしまいました。多分、挑発みたいなのが、かかってるのか、一回、戦艦攻撃したら、次からは、モビルスーツを、狙ってくるようになったよ。ネバダ州方面へ、紹介任務に、行っていた、一般兵軍たちが、ようやく、戻ってきました。中継で、やっとります。ご付き合い、くださいませ。ノインちゃん、まだ、レベル5だぜ。バッシュの相手は、トールギスしか、務まらんのです。現状では。やるじゃん、ゼクス。それでも、戦わねばならぬ。と言いそうな、トレイズサイス。ああ、間違えた。ビームコート忘れてたよ。当たらなくては意味ない。ほほ。中華、よく避けたね。トレイズさん、あんたもやるねー。ナイスクリティカル、レディアン。これであと、2機ですじゃあ。
し、どんどんレベルアップしてくれよん。早く運動性能とか走行とか上げたいけど、来たる使徒との決戦に備えて今は攻撃力アップに努めるしかないんだよね。早くも一機撃墜されました。今マップは諸事情があり出撃できてない一般兵くんが一人おりまして、そやつはまだレベル1でした。前のドロシー城みたいに原因不明で止ませんのかな。ノイン、早くもギリギリ。こいつでどうだ？やられたぞ。隊長クライストもレベル3のまま止まってしまっておりましたが、こちらは原因が判明し、ようやく今レベルが4になりましたぜ。よかったよかった。いやー、なんちゃってトーラスではきついぜよ。待った。ナイスレディアン、避けまくるね。あんた、やめよ。あー、また忘れてた。もう自分が嫌になるぜ。まだ終わったわけではない。開く。アローン、僕らはカウンセル。なんだこいつの顔。2発ではおちんか森じゃもんな。キャー、バスランですやん。さすがレディアンにゼクス、そうそう当たらんか。助かったよ。そう言っていると今度はドロシー城がピンチっす。さあ、これでどうか。トレイズ様が撃墜です。あと一機ジャバ。ナイス、クリティカル安定のライトニングバロン。貴様には無理。無理だ無理だ。理想を叶えるため、トレイズ様のために戦う。やられちまう。ノイントイ、レディアントイ、いちいちコメントが新規期待で、もっとパワーアップといきましょい。次回マップではこのスーパーオズ対戦 F をやり始めて思いついたんですが、新型機をイレギュラーで投入させようかと思いまする。本来のユニットではないのですが、代用できるじゃんとひらめいたので登場させることにいたしました。なかなか下ごしらえが大変で苦労いたしましたが、ぜひぜひお楽しみにしていてくださりませ。ナイス、君たちも振り付かれるんだね。いや、また当たらんと。見た、ほら見たことか。
らえ。エウンゴ平風 P1 こいつでとどめだ。やってやる、やってやるぞ。甘いな。残り1機のバッシュはレディアンに任せることにしやす。ゼクスクにはいつ動き出すかわからないアトール5方面に向かいつつ雑魚を削らせます。通常なら追加配備はないからアトール5が動き出す前によ、避けただと奴を倒せてたけど、今回はソーアトニャが殺してくれそうにないので、早めに近づいておかないとアトール5が軟化して一般兵人たちを根こそぎかっさらってってしまいそうなんで、人心配なんじゃ。遅いな。うわっ、ここ黙ってやれるもんな。甘く見るな。どんな子で私は倒せ。トレイズも危うくなってきたぜ。上官パイロットらはダメージ食らうと一度俯瞰させねばならぬので、気力が上がったり下がったりするだね。ちなみにエウンゴ平君も本来 F には登場いたしませぬので、精神コマンドはハテナのままです。65% だけどさ、あんまし避けるなよな。じゃあ次はそこに来ましたか。避けろエウンゴ平君、残念無念。良い攻撃だ、さすがだと褒めておく。とどめ。そんな攻撃では当たってやるのはいかんの。ナイス、とりあえず閣下もらったな。あ、そう、今回のスーパーオズ対戦 F はオズ軍は族軍にも落とされないし、とりあえず大王が幽閉されることもありませんと言いましたが、つまり最後までオズ軍で。よし、ようやくバッシュ電気片付けれましたぜ。駆け抜けるつもりなので、あの王子様は今回登場いたしません。ずっと仮面をかぶったままで行かせまする。無能だ。本筋では戦闘中にマジンガーチームが新たに加わります。やだ。とりあえずは一旦帰還させます。来たる首都戦についてなんですが、どう計算しても現状のままでは倒せる見込みがありませぬ。なので劇中では様々な汎用性を見せていたリーオンのバリエーションちゅうことで、対首都戦兵器を装備することを思いつきました。また詳細などは近くなったらお伝えいたしまする。あくまで対首都戦のみの仕様なのでご理解をば。とどめ。さすが。この飛行効果利用したフライヤーが面倒だぜ。ナイス、モイン、やればできる子、YDK。よし、隊長クライストも、今回は、いい感じでよ。
ストロボエピは、序盤が一番、きついよなぁ。身代わりってか、もっとマシな、精神コマンドを、覚えてくんぞ。連邦兵くん危うし。残念。やらせん。どう、とどめ。やられた。よし、仇は取った。な、なんと、こっちに来るなぁ。どこになってほしいかも。もうやっても、無理じゃないか。マクトミン、奴はどうやら、超強気の、ご性格のようでして、すでに気力は、127とかありました。こりゃあやばいぜよ。まずは、上に戻られると、森に隠れて、なお、やばくなるので、戦艦方面に、引っ張ってきて、道路の上に、立たせまする。よしよし、成功成功。こっからジャバ。まずはノイン、34% からジェイ。あ、またまた、ビームコートの存在を、忘れてたぜ。でもさ、せっかく当てたんじゃから、経験値くれよん。いけい、ゼクス、お前だけが、頼りじゃー。熱血使っても、半分も、削れんか。アトール5、強いぜ。一度だけ切り込める、なんちゃって、トーラスの、お二方も、再出撃させて、マクトミンの、射程圏内に入り、道路上を、キープさせまするよ。そんなとこ、狙ってくるのか、おい。よしよし、よく耐えた。さあ、二回戦目と、行きましょい。1300、あと2撃と、当然な、ダイナ。やってやれ、とりあえず、お前が当てれば、勝機が、見えてくる。200か、微妙。終わりだな。この顔、素晴らしい。次はもう、撃墜覚悟で、切りかかるしかないぜ。残念無念、64%、かわされました。バカ、これほどのパワーがあるのか。わかっとるわい。それでもやるしか、ないんだよ。こっちは。やれたわけではない。バスターランチャージャー。2機、撃墜された。もう、数えるほどしか、残ってないよ。頼むぜゼクス、ノインと、レディアンの、叩きを取ってくれい。ナイスクリティカル、さすが、ライトニングバロン。決めてくれるか、とりあえず勝った。切り早いだと。さあ、どこを狙ってほしいか。ということは、ですよね。もう、残りのメンツに、できることはない。ドロシー、お前らはもう下がれ。あとは、私がやる。というわけで、ひらめきももう、切れてしまいましたが、最後は、一騎打ちで、打ち勝ちまする。それでは次回は、確か、使徒出現、マップじゃったかな？そちらでお会い、いたしましょう、セバー。